スピリチュアルの視点では、魂は何度も生まれ変わり、成長を遂げながら異なる人生を歩むとされています。この転生のプロセスにおいて、現世で出会う人たちは、魂レベルで縁のある存在であると考えられています。魂同士の縁は、過去の生涯や異なる次元で結ばれており、それが現世での出会いに影響を与えているとされています。特定の人々と関わりは、あらかじめ魂が選び、約束していた縁だとされ、これが生まれ変わりのサイクルを通じて続いていくと信じられています。また、出会った人たちの中には、その縁が深く、魂が感動し、喜ぶ存在がいると言われています。このような相手に出会うことで、過去からのつながりが特に深く、魂同士の喜びや満足が生まれるとされています。喜びを感じるほど、その縁は前世からの深い結びつきを持っているとされ、出会い自体が魂の成長や学びに寄与するものと捉えられています。1. 共感できる部分が多い。魂レベルで縁がある人とは、お互いに共感できる部分が多くなります。現世で出会ってすぐに打ち解け、親密な関係を築くのは、共感できる要素が多いからです。異なる考え方や性格を持つ人とは、難しい関係を築くことがありますが、自分と似通った考えや性格を持つ人との出会いは、自然な親近感を生み出し、深い絆を築くきっかけとなります。2. 必ず再会する。魂レベルで縁がある人とは、期間が空いたとしても再会を果たします。疎遠になっていたとしても、必要な時期が訪れると、お互いの魂が再び引き寄せられ、再会することになります。時には異なる修行を経て離れることもありますが、必要とされる瞬間が訪れると、再び縁が結ばれます。このような縁は、今世で絶えることはありません。3. 匂いが苦痛ではない。魂レベルで縁がある人は、相手の匂いを苦痛に感じません。体臭や独特の香りが、どこか懐かしく感じられ、好意的に受け止めることができます。この特徴は、魂同士の縁が深く、相手との親密なつながりが自然であることを示しています。嫌悪感を感じず、むしろ親しみを覚える匂いの感じ方が、魂レベルでの縁の存在を象徴しています。4. 会話が盛り上がる。魂レベルで縁がある人とは、会話が盛り上がるようになります。何を話すかを考えることなく、初対面から会話が弾むことで、お互いが意気投合しやすくなります。親しい関係を築くためには、共に過ごす時間が楽しく、お互いにとって心地よいと感じることが大切です。もし相手との会話が盛り上がらず、無理して話題を考えたりする必要がある場合は、お互いが楽しいと感じる雰囲気が築かれていない可能性があります。5. 初対面から親近感を感じる。魂レベルで縁がある人とは、初対面から親近感を感じることがあります。今世では初対面でも、過去世で、すでに縁があったため、特別な感覚や懐かしさを感じることがあります。他の人とは異なる感覚や前に会ったことがあるような錯覚があれば、それは魂レベルでの縁を示しています。この親近感があることで、お互いに心を開きやすく、関係性が迅速に進展することがあります。6. 長くいても飽きを感じない。魂レベルで縁がある人とは、一緒に過ごす時間が長くても、飽きを感じることがありません。まるで家族や分身のような感覚が芽生え、相手との時間が当たり前のように感じられます。もし一緒にいる時間が長いのに飽きを感じる場合は、その人との関係が疲れやすいものである可能性があります。一方で、魂の奥深い結びつきがある場合は、時間を共有しても飽きずに、関係性を維持できるのです。だな。魂レベルで縁がある人との特徴居心地が良いと感じる。魂レベルで縁がある人とは、一緒にいて
居心地が良いと感じることがあります。この感覚があるからこそ、お互いが快適な環境で過ごせ、時間を共にすることが増えるでしょう。相手との居心地が良いと感じられない場合、魂の成長を共有しやすい時間を過ごすのが難しくなります。魂レベルで縁がある相手とは、最初からお互いに安らげ、安心できる環境が整っていると言えます。8、魂レベルで縁がある人との特徴無条件で信頼できる。魂レベルで縁がある人は、無条件で信頼できることがあります。過去の世界で何度も関わりがあったため、相手の信頼性を知る前でも、安心して信頼を寄せることができるのです。魂がつながっている相手なら、今世で初対面でも、過去に何度も縁を持っていると考えることができます。そのため、信頼関係を築くまでに、時間を要することはありません。もしも信頼が裏切られた場合、それが今世での共同の修行であった可能性も考えられます。9、魂レベルで縁がある人との特徴身内との類似性。魂レベルで縁がある人は、自分の身内と似ていることがあります。このような共通点があると、自然と相手に親しみやすく感じ、お互いの距離を縮めやすくなります。家族や親戚など、身近な人との類似性が感じられることは、深い縁があるサインとも言えるでしょう。同じ魂のチームに所属しているため、身内との縁が、深い人との共通点が見られるのは、自然なことであり、共感や親しみが生まれやすいのも、魂のつながりが影響しているのかもしれません。10、魂レベルで、縁がある人との特徴自然体で接することができる。魂レベルで縁がある人とは、自分を飾る必要がありません。相手に対して自分を偽らず、素のままで接することができます。他者にアピールする必要がなく、自分を過度に飾ることなく、いつでも自分らしくいられるでしょう。魂の縁が深い相手となると、相手が受け入れてくれるため、自然な状態で接することができます。不安や違和感を感じずに、最初から素直な自分を表現できるのが特徴です。魂レベルで縁がある人は、直感に訴える瞬間があるのでしょうか？その答えは、出会った瞬間に感じられることが多いです。自分と魂レベルで縁がある人と出会った瞬間、本能や第六感が反応して、特別な感覚が湧いてくるのです。通常、初対面の人に親しみを感じることは難しいことですが、魂レベルで縁がある人に出会った場合、初対面でも親しみや懐かしさを感じることがあります。これは自分自身の過去の経験や記憶から来るものではなく、本能や第六感が教えてくれるものなのです。この感覚の源は、魂が互いの縁を知らせているからと考えられます。魂レベルで縁がある人と出会うためには、自分を成長させるための努力が鍵となります。成長への意欲と努力があれば、必ず魂のつながりを感じる人が現れ、手助けしてくれることでしょう。趣味や関心事が同じであることが、魂レベルで縁がある人との共通点です。趣味に関するイベントや集まりなどに参加することで、魂のつながりを感じる人と出会う可能性が高まります。知識を広げ、新たな交友関係を築く努力は、魂の成長につながります。これらの努力は、魂レベルで縁がある人との出会いの可能性を高め、意味深いつながりを築く手助けとなるでしょう。魂が求める相手を見極めるためには、以下の3つの方法を考えてみましょう。これらのポイントを押さえることで、本当に自分の魂が望んでいる相手を見つける手がかりになります。1、嫌いな部分も許せるかどうか。魂が求める相手との関係を確認する手段として、相手の嫌な部分も受け入れられるかどうかを考えてみましょう。本当に魂が求めている相手であれば、相手の欠点や相反する部分に対しても、理解と受け入れができるでしょう。
人は完璧ではなく、異なる部分を持つことは自然なことです。しかし、同じチームに属している相手なら、その違いを受け入れることができるでしょう。相手の欠点を理解することができるかどうかは、魂のつながりを感じるかどうかの大切な指標です。2. 共通する部分が多いか、魂が求める相手かどうかを確認するために、相手と自分で共通している部分の数を考えましょう。共通する部分が多ければ、それは魂が求めている相手である可能性が高いです。魂のつながりが深い相手とは、趣味や考え方、価値観などが似ていることが一般的です。お互いに共通する要素が多いほど、関係は深まりやすく、心地よく過ごせるでしょう。3. 一緒にいて安心できるかどうか、魂が求める相手を確認するためには、お互いが一緒にいて、リラックスできるかどうかも見逃せません。居心地が良く、安心感を感じられる相手なら、それは魂が求めている相手である可能性が高いです。逆に、相手と一緒にいる時に緊張したり気を使うようであれば、魂のつながりが深い相手ではない可能性があります。深くつながる相手は、家族のようにくつろげる環境を提供してくれるでしょう。